どうも、まさるこです。では、ラスト続きをやっていきたいと思います。では、前回言ったように、ここから、アートポストのここから地下にちょっと行きたいなと。でも人気なんだろうな。でも行こう行こう。今回一回も地下行けてないんですよね。物資もなかったし、違う、こっちじゃない、こっちじゃない。方向運行、方向運行、こっちだ。これでいいですよね。持ち物。大丈夫だよね。よし、行こう行こう。ドアいっぱい、夢いっぱいで。よし。いないよね。いいね。ドア前が一番こう、ここなんかさ、作ろうかな。これ上からでも乗れちゃうね。ここ柵作ったとしても、上から乗れちゃうか意味ないか。よし、張り切っていこう。ラージオイルリグ、みんな大きいとこ行ってますね。相変わらずマサルコまだ地下ですよ。ここら辺さ、あれもないんだよな。ミリタリートンネルも行きたいけど、超遠いんだよな。ミリタリーベースぐらいだったら頑張ればワンチャン行けるかな。もうまだワークベンチ3がないから。あ、こういうの取らなきゃいいんだった。取っちゃっちゃ場所が。場所が。見つけたら取っちゃう。癖で。もうなんか、ラストやってると、こう、普通の日常とかでも、あの岩掘りたいなとか。あの木をちょっと切りたいなとか、そういう脳になってくる。よくない。よくなくはないか。よくなくはないけど、ラスト脳になってしまってる。日常も。まあ、違うゲームとかやっててもそうなるんですよね。ここら辺からセーフゾーンじゃないか。して、反対側か。こっち側から。いいよ。うわ、すごい白馬いる。早そう。あの白馬。でも、大間さんはもう、大間さんはもう乗らないと決めたんだ。大間さん乗ってると、ここの家、金持ってそうだなって思われて、すぐレイドされちゃうから。あの、馬のね、うんちを肥料に変えてスクラップに変えれるもんね。あれが一番確かに効率のいいスクラップの集め方なのかもしれない。ここか。ここは一旦エレベーターで下がってもいいっちゃいいんだよね。ここまだセーフゾーンなんで、だから2段階目上がってくるときは、いけんじゃない？一番下。ここまだセーフゾーンだから装備できない。遊びできる。よし。ちょっと怖いか。どっちが開くか未だにわからない。こっちか。こっちだな、多分。あ、こっちだった。外れです。上にあったってことは誰もいないんじゃない？なんか落としたんだけど。え、誰かいる？自分の音、今の。自分の音か。ここはいないの？いや、いそうだよ。いないの？いないか。まあ、いないのか。いそうでいない。よし、大丈夫。誰かがやった後とかそういうこと？もしかして。怖っ。これ誰かやった後じゃない？ここ絶対いる感じだもん。違うの？どっちから行く？
これは上に行くやつ、下に行くやつ、下、ちょっと階段で行きます。さすがに怖いんで、ここから階段。うわ、誰かもうやってんじゃないこれ。いない気がするんだけど。誰かがもうやった後ではないか、これ。いない気がするんだけど。あ、いるわ。え？人？これこっち来そうだね。こっちは大丈夫なのか。こっちからも撃たれそうだけど。どこ行った？あ、どこ行った？ドアを閉めるが邪魔。ねえ。後ろの遮蔽切れてる。あ、いた。いた。後ろもいるか。来たか、後ろ。もう一人いるよね、こっち。まだ。一人どこじゃないか。よし。あ、いるほど。あ、リロードできてない。できてない、できてない。リロードして、ちゃんと。ちゃんとリロードして。もうサイレンサーつけてないからね、今ね。一応死にたくないから巻いといて。ふぅ。ふぅ。先に注射器じゃなくて包帯を巻いてからですよっていうね。注射器いつも余るから注射器使ってってもいいんだよな。遠いな、ちょっと。今いたぞ。いた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 。もうみんな地下なんてやってないのか、そういう時代じゃないのか。来な。あ、焦ってる焦ってる。頭出しすぎない、あそこ。だな。よし。こっちにもまだいるよね。多分向こうのここにもいると思うんだよな。一人。あ、まだいるいるいる。そこ。うわ、隠れた。隠れやがった。残念。よし。よしだけど、出血しちゃった。包帯巻きすぎですよって言われて、でも包帯巻いちゃう。多分だけど、こっちにもいるよね、まだ。もう一人、多分あの向こうにいるんじゃない？あれ、いつものとこにいない。いないんだ。いないんだ、いないんだ。もらっていきますよ。
緑色のやつがないな。緑色のやつが一番強いのにな。まだいる？もういない？いないか。なんで木のトゲトゲ持ってんの？ロープ、テク、双眼鏡、道路看板。いいね。装備をまた作れるね。いいよ、いいよ。で、向こう側はまだいるでしょう。注射器打っていいな、全然。こうしとこう。いや、一瞬でこれですよ。あ、弾も、高速弾来た。こっちにいるんじゃない？まだ。多分だけど。あれ、こっちにない？うわ、いた、いや、いや。へぇ。まず、巻いてから、出血を止めてから、注射。オッケー。いるね。足音がする。いるよ。どこだ、こっちか、こっちの裏か。いるの。あ、落ちちゃった、落ちちゃった。くそ。ちょっと待って、これは、こっちに登って。痛い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 。痛いでしょうが。はぁ、いつもこの緊張感がすごい緊張感。後ろから来ないよね。ちょっと、来ないでほしいな。もういないね。このわら箱と呼ばれるものばっかり。お、弾回収した。よし、いいぞ。お、ズボン、オッケー、やった。嬉しい、ズボンは。で、あ、あ、いい武器のやつだ。わ、なんかよくわからんもんゲットした。サッチル、いらないものある。これいらないか。ギアが出るもんね、このあれは。やばい、道路看板がすごいいっぱいある。ありがてえ、ありがてえ。いないよね。これどうするかですよね、この後。このまま一回帰った方が。いや、帰ろうかな、これ。これ帰ろうか。壁いらないな。注射器ありすぎ。今もう一人やった人か。あ、この人見たね。これ一回もう帰ろうかな。さすがに。登れない。さすがに帰ろうか。これちょっと。これで登って。注射器が来た時と同じ数になった。これでもう一回いけるね。地下だと、もうここでしょ。こっちから出てきたら超怖いもんな。いいや。安全策を取ります。まさる子、チキンだなって思われるかもしれませんけれども。あ、こっちじゃない、こっちじゃない。こっちだ。こういうのが大事なんですよ。ここで調子に乗ると、全部持ってかれるから。あ、落ちないでよ。ここで落ちたらもう死じゃん。ここも意外に怖い。ちょっとここで 100% にしておくか。快適度で。快適度アップで。暑すぎた。暑すぎるらしい。ちょっと待って、これ、ここに座るっていうのと、のんびり。のんびりしすぎ？これ。でも撃てるもんね、来ても。来ても撃てるもん。もう回復した。よし。で、さすがにここはもうエレベーター使っ
って上に上がった方が、まあセーフゾーンに行けると。ダメと。よし。これそのうちセーフゾーンなのね。でも一個さ、空いてるとこがあったよ。ここ怖い。今のとことか。もうそろそろセーフゾーンなんじゃない？途中でドア開けるところがあるのは何なんだろう。よし、セーフゾーン。ナイス、セーフゾーン。ナイス。セーフゾーン。セーフゾーン。よし。ここすごくいいじゃん。今までアウトポストから地下になんて行ったことなかったけど。出てきた時にさ、狙われないの最高じゃん。で、ここで、リサイクルして帰ればいいんでしょ？え？どっち？そっち？帰る方角とはちょっと違う。一応座っとこうか。すごいな、音が。はい、ヒューズも。これ何？ビリビリダメージを与えるから、ちょっと面白そう。で、ショットガンのこれとか、これなんだっけ？火炎アモ。火炎アモ。あ、これはいい。これをギアに変える。あれ？ギア出なかったっけ？あれ？前ギア出た気がするんだけど。サッチェル。サッチェルもいらないな、今んとこ。作りゃいい、また。裁縫道具が必要。ヒューズも。これ布ができるんだよね。一旦置いていきたいね。よし。一旦家帰ろう。これで、これを繰り返すことによって、このファームの仕方だったのか。道路ファームなんかじゃなくて、やっぱりちょっと道路よりも美味しいですもんね。熊ほどいる。これセーフゾーンって動物って襲ってこないのかな？関係ない？でもそしたら撃たなきゃいけない。また撃たれるじゃん。再現なんちゃらかんちゃらに。落ち来ないで。来るな。なんかある。ポテト、ポテト。ポテトもらった。ポテト14個ももらった。ご飯。あら、構えれる。タクティカルグローブ最強説あるな。エイムが安定するよ。さてさて。キノコも取ってですね。キノコ、あ、違う、キノコって食べちゃう。こんなところで泊まって食べるっていうね、もう堂々としたもんですよ。もう地下、あのまま先に行っても出たところで絶対戦闘っていうか、あれだから、帰ってすぐじゃまだ湧いてないのかな。で、他のとこ行きたいな、地下じゃなくて。なんかつまなくなってきちゃった。地下がまだそんなうまく攻略もできてないくせに。できてないくせに。モニュメントに行きたがる人。いや、それは行きたいよ。だってこの拠点絶対明日ないもん。
やりがいがある、程よい感じがするもんね、これ。あれ、どこだっけ、あれ、私の家どこだ、こっちか。この家もなんか抜かれてる。ダメだ、鍵かかってる。あ、ここか。ここってさ、こう行ってさ、こう行ったら上乗れちゃうよね。あ、乗れちゃうわ。乗れちゃうな。乗れちゃう。あー、大丈夫か？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。大丈夫じゃなかった。上乗れちゃうわ、これ。もし帰ってきた。ほんで、ここら辺は、地下はもう結構、アウトポストのところの地下は結構オッケーな。どのぐらいであれ湧き直すんですかね。開け閉めとけば、まあ、こっちは開いてても、まあ、ここ閉めないとエアロックみたいになってるから。して、こうして、こうして、あ、ここ空いてたか。で、する程度、服がゲットできた。ちょっと整理した方がいいか。もうこれらいらないっちゃいらないんだよな。まあ、なくなった時用に。でも、ズボンゲットしてきたのは嬉しい。ほんで、お肉を。お肉は、まあ、持ってく。ポテト置いて。お肉こんなにいらない。で、常勤手に入ったのは、また作れるね、いろいろね。常勤はやったーって感じで、火薬も入れといて、スクラップも入れといて。スクラップさ、レベル3までのワークベンチまで行くのに1250スクラップでしょ？頑張ればいけるんじゃない？なんとなく。頑張れば。ほんで、こっちじゃない。で、このビリビリのやつってさ、なんかもらった。これってさ、パワーが大きいとダメージも使うと耐久が減るので、忘れずリペアしよう。こうやって入り口のところとかに置けるのかな？ビリビリって。どういう風になるんだろう？パワー35ってすごい使用量じゃない？一個ソーラーパネルをどっかに取っといた気がするんだよな。あ、今少ない。いいぞ。ソーラーパネル。あ、全然パワー20しかないの。これがだから何個もないとダメか。パワー10。バッテリー装置は今のあれは作れないってことだね。一応ここに置いとくか、じゃあ。に置いといて。ちょっとね、電気もやりたいんだよ。いいですよ。いいですよ、いいですよ。何ですか？こっちですか？方向は。あ、こっちですね。はいはいはい。で、玉をここにしまっといて。これはこれ用だね。もうね。で、注射器もこんなにいらない。注射器がそんなにいらなかったな。まあ、3つぐらいでいいんじゃないか。二段そんなにしなかったし。これ一応こんぐらい持ってって。で、もう一回行きたいな。やっぱり切ってなくなんだよな。ちょっとかまど、電気かまどとやらを作ってみたいな。2階に。電気かまどって、待って、今回向こうにあったのかな？電気かまどってどうやって作るんだっけ？やってみたいんだよな。電気かまど。どれだ？アイテムか？あ、ないな。ありそうでない。
小さなかまどがあるのに、電気かまど。もしかして電気かまどってワークベンチ3だったりします？もしかして。装備じゃん。ツールか。いや、違うよね。エレクトリカルか。で、これを作ったりするね。これは金属片で作れて。本当はこういうのとか、パワー100、50、10。これを作りたい。ジャンク部品、今回そういえばジャンク部品が1個もないや。ああ、バッテリー省で。直列のみ。あった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 。常勤ごと金属片200。3でしょ？だから、ある意味、小でもいけるってことだ、これ。あ、これじゃない。小。小と、これは置いた方がいいのかな？オブジェクト、メインのパワーから指定した量だけ。パワー1。一旦これかませないで、やってもいいのか。一旦やってみようかな。彫金、あ、これを持ってるから、何を作ればいいんだ？バッテリー、パワー10。CTR、10。電気かまどって3しか使わないんだもんね。直列のみにつなげる。でもこれも作っといた方がいいのか。ちょっと一回やってみようかな。一旦この装備は外すか、さすがに。一応持っとくか。やられた時用のために。で、このまま一旦置いて、注射器も置いて。注射器1個あってもいいか。よし、ちょっと1個くって。何を作るの？ソーラーパネルを持って、これ持って、で、エレクトリカル、じゃ、初めての電気。これでいいんだよね。作って。何でもやってみないとね。あ、で、なんかあれを作るんだ、なんか。なんかさ、エレクトリカルで。なんかさ、変な虫みたいな形のやつ。あ、これ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 、これだ。エレクトリカルオブジェクトコネクトに使う。オブジェクトを狙い、入力、狙い、入力、出力端子をクリックする。他のオブジェクト、ループに入力。ミニクリックホールドでコネクトをキャンセル。ミニクリックホールドでキャンセル。はい、ちょっとこれを作る。常勤か。常勤が必要か。常勤が2。2必要。ちょちょちょ。1、2。2で、これを作るんだよね。これとか何？ホース？パイプ？ここで大事なのはパイプで考えること。どういうこと？これ作って早っ！作るの。作るの早いな。これで、一回上上がって、電気かまどを置いてみたい。一旦。あ、そうか、電気かまどが作ってないのか。
ちょっとうるさいですよ。違うか？大丈夫？近くない？電気かまどってどうやって作るんだっけ？常金と金属片か。常金と金属片。ここにワンチャン置けるんじゃね？電気かまどって。置けないかな？まあ、いっか。常金が、常金と金属片。で、電気かまど。おぉ。初めての電気かまど。だから先にも電気かまど置いちゃってもいいんだよね。バッテリーって室内に置けるもんなのかな。ちょっと待って、バッテリーって室内に置けるのか。で、これは別にこういうとこに置いて、あ、これ置ける？ここに。あ、置けるんじゃん。ちょっと待って、置けるじゃん。これ。置けるけど、この入力端子みたいなやつ、どこにあるの？これがなんかそうっぽいな。じゃあこう向けといた方が違うな。スイッチみたいなのってどこにいるの？これか、こうか。こうでいいか？こうでいいか。で、どっかにスイッチあんの？これどこに繋うんだこれ。え、スイッチなくない？この裏側もしかして裏側になっちゃった？なんかスイッチみたいなやつ、ここら辺に繋げれるのかな。あ、これに繋げれそう。ここにっていうことは、ここら辺に先にこういうの置いちゃう、置いちゃうんじゃない？置いちゃう、置いちゃってもいいんじゃない？ダメ？そういうの。わかんないな。まあ、やってみよう、やってみよう。ほんで、これもう今さ、つなげれんの？ターンオフ、ターンオフ、パワー。パワーイン。パワーイン、ちょっと。がブランチアウト、パワーアウト、アウト、インだから、こっちにつけて、で、こっちからアウトしてるところから、パワーアウトしてるところから、こっちにつなげばいいんだ、多分。先にこっちからやっちゃってもいいのかな。こうして、パワー、パワーして、おお、で、で、ここからウィーンってバッテリーを、バッテリーを上に置くか。バッテリーはバッテリー上に置くかな。これいいんじゃない？いいんじゃない？で、バッテリーを例えば、ここら辺に、バッテリーここに置いてもいいってことよね。上から来るからここら辺じゃない？なんかないこといかない。いいのかな？一旦ここに置いてみよう。んで、
バッテリー証、こっちが、アウトプット、イン。つまり、こうして、これ、直に下まで行っちゃってもいいんじゃない？こうして。こうして、こういけんの？こうして、こうして、こうして、待って、こうして、して、こうじゃない？よし、これで、外に行って、一回外に行くんだ、外に。違う。あ、いいんだ、いいんだ。一回外に行って、一旦外に行って、ちょっと危ないからこうして、一旦外に行って、で、一旦ね、こんな電気かまどやってみたいという私の欲求。いないよね。大丈夫か？で、一旦上に上がる。ここ上がれないのか。上に上がって、自分家の。え、ちょっとあそこ壊れてない？あんなんだったっけ？まあ、いっか。そこ上に上がるのがさ、大変すぎない？ちょっと。上に上がって、家はどこだ？家もっとこっちか。あ、ここの家も大きくなってきた気がする。あ、怖い。で、家こっちか。これの下か、こっちか。こっちか。あ、ちょっと違う。え、ここじゃない。ここじゃない。行きたかったの。傷を負いました。注射。注射持っててよかったね。ちょっと待って。え、これ、出れる？ここ。ちょっと待って、出れなくない？あ、出れるか。ちょっと待って、こっちから行った方がいいか。あ、まずい。あ、よかった。こっちから上に上がった方がいいか。家の屋上に行くのも大変ですよ。で、ここ、やっぱこっちから行かないとダメか。あっちの屋上に行くには。こっちに行くには。いや、いけるこれ。いける？あ、惜しい。惜しい、惜しい。絶対惜しい。ちょっと待って。はしごで行った方が早いよ。はしごで行った方が早いよ、まさるこ。ちょっとはしご、はしご。あれ、入り口どこ？うちの入り、あ、ここか。はしご持ってくる。これはしごのが早い。もう延々にこうなっちゃうから。もう、ごめんなさい、本当に。はしご、はしご、はしご。よし。はしごどっかにあったはず。あったな。よし。どっから登ろう？どっから登れるんだ、はしご。はしごでも登れなくない？これ。上まで。まあ、いっか。ちょっと一旦、わかった。痛えな。
わかったわかった。一旦中段に飛んで、でもこのはしごを持った瞬間に上に飛び乗れそうな予感もする。別に普通に。ここから、ああちょっと待って、はしごピックアップするものがないじゃん。今ここの中段にこう降りるじゃん。で、その後、これジャンプね。ここからの方がいいか。ジャンプ。いた、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 いた。で、ここで重要なのは、違う違う、電気つけちゃった。N 側に向けてやった方がいい。N ってどっちだ？こっち側ってこと？こっち側に向けてやった方がいいってことか。あ、物資です。 N 側に向けて、こういうことだよね。こういうことだよね。物資です。ちょっと近くない？あ、落ちちゃった、落ちちゃった。ちょっと待って、物資、物資です。物資、あ、近くはないか。近くはないか、これ。ちょっと待って、ワンチャンいける？これ。よし。取りに行ってる？みんな、これ。怖いな。向かってる？みんな。あの虫、あ、ちょっと遠いか。288ぐらいあたり、ちょっと行ってみたいな。288あたり取れるんじゃない？ワンちゃん、なんか落としたな。気のせいか。今特にそんなに、ここら辺に落ちたんじゃない？あ、まだいる。まだある。ちょっと待って、これ怖っ。あんなアウトポストのところに落ちることある？超怖くない？これ。行ってみるか。うわ、いる。争奪戦始まってる。そこに落ちたんだよね。あ、取られたな、きっと。あ、行ってる行ってる。ダメだ、ダメでした。諦めよう。そりゃそうだよね、取られちゃうよね。あんなところに物資が落ちることもあるんだ。二人組でしたね。あ、なんかこんな看板ついてたっけ？クラス。いい人な気がする。ああいう感じで自己紹介してる人は。あれ自己紹介なのか？わからんけど。それで電気の途中だった。やばい、暗くなっちゃう。電気の途中、電気を頑張ってやりたい。電気かまどを発動させてみたいんだ。ちょっとまた上登んなきゃじゃん、これ。ちょっと暗くなる前にお願い、ほんと。いやー、ちょっと寄り道したがゆえにこんなことになるとは。
でも多分見てて、マサルコそれ電気のやり方違うよって思うかもしれませんけど、マサルコのその学んでいくんで、ちょっとこう一旦ね、一旦こうしてやってみてのやつで、ここから多分すごい成長を見せるから 一旦電気かまどをやってみたかったんです。とっても。ここで、ここに降りて、ここに降りて、で、ちょっとこうして、で、ここから、よし、ジャンプ。ジャンプしてなかった気がするけど、ジャンプして。これ、どこが電気なの？あ、ここにあんのか。こうして、このまま家帰ればいいのかな？このまま家の中行って、で、あのバッテリーとつなげばいいんじゃない？違う？かわいい。じゃ、これなんかあれだな。こうして。これで電気通ったんじゃない？違う？ちょっと一旦こう閉める。でもまだあれか、パワーが溜まってないのか。これでどうなんだろう。スイッチオンしてみたい。かまど。かまどこれで動かないかな？なんか光ってんな。ちょっと待って、これ一旦入れてオンしてみる。これでオンできなかったらショックなんだけど。で、着いた！いや、すごいでかい声でした。やったー、できたよ！電気かまど、早っ！電気かまど早い。すごい早い。早くない？これさ、分岐するパワーの量。ここもう一個つなげたりできるってこと？これ、例えば。そういうことじゃないの。熱いなった。ここ今、あれじゃん。あー、まだ充電があれなのか。充電ができてないから、オフになっちゃった。あ、違うか。今これやってたからか。なんか変なことしちゃった、もしかして。かまどってさ、1だよね、電気。あ、なんでダメなんだった？あ、夜になったからか。そうか、そうか。そういうことだ。あ、夜になったからね。そうか、そうか。だから日中は、これが動いてくれるってことか。ほうほうほう、そうだよね。ソーラーパネルだもんね。そりゃそうか。あ、でもできた。すごいすごい。できた。これはパワー35も必要なんで。できた。嬉しい。めちゃくちゃ早かったですね、でも。ここ。このまま、また日中になったらオンにすれば動くってことだよね。すげえじゃん、すげえじゃん。いいじゃん。初めてかまど作れた。嬉しい。まあ、木炭はいっぱいあるから、電気かまどでこっから硫黄とか作れば、焼けば、いいってことですもんね。すごいじゃん。できたじゃん。金属もいっぱいあるし。で、こうやってるうちにまた地下行ったりすればいいのか。いや、嬉しい。ちょっとかまどできましたね。これだから、ソーラーパネルは昼とか太陽がないと無理だけど、風車にすれば24時間体制でこれが動かせるってことですよね、きっと。これをかませた理由がよくわかんないんだけど、かませなくてもいいのか。これでも分岐できるから、もう一回違うかまどに、もう一個置けたりしないのかな。
なんかできそうな気はするんだけど。そうすればこれ1個外して、もう1個ここに電気かまど置いてっていうのはできますよね。いや、すごい嬉しい。初めて電気をできました。すごいいい家じゃない？ここもう暖も取れるし。じゃあちょっと一旦今回はここまでにして、まさるこの予想ですが、いくら拠点をこんな強くしたとはいえ、多分まさるこ予想では次回なくなる気が。そこちゃんと戸締まりしたっけ？戸締まりしたね。ここ電気どこに置いたっけ？戸締まり閉まってるね。ちゃんと戸締まりは大事だから、ちゃんとね。このバッテリーが10とかだから、かまどはあとでも置けるよね。10個ぐらい置ける。だから、そうだよね。よし。ただ夜使えないけどもって感じか。だから風車をやるのが一番だけど、風車目立つよな。まあちょっと、あーって言ってる人がいますけども大丈夫ですか？じゃあ今回は風車じゃねえや。電気かまどを初めて置きました。電気をやって。で、地下にも行ってみました。この拠点が壊されるのも時間の問題で、開いちゃった開いちゃった。ここってさ、これ火灯しても、たら閉めてどうなんの？どっち側になるの？ああ、なんか、かわいそう。ちょっと待って。これかわいそう。ちょっと、失敗だな、これ。置く場所。置き場所失敗。ということで、ご視聴ありがとうございました。少しは、ちょっとだけだけど、マザルコ成長したんじゃない？もう皆さんがね、温かい目で見守ってくれてるから、いやいや言わずに。本当にありがたいですよ。こんなね、拙いイラストで。でもこの文明が初めて電気を覚えました。マサロコが初めて電気を覚えた日。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったらいいんですが、チャンネル登録などしていただけたら嬉しいです。高評価も押していただけると嬉しいです。ただ、高評価もらうレベルの動画の、じゃない、動画というか、マサロコの動きがそこまでないから、ちょっとそれは、ちょっとごめんなさい。お願いするのはちょっとおこがましいでした。では、次回も頑張りますので、この拠点は多分ないと思いますが ないと思いますので、どうするか分かりませんが、また次回やりたいと思いますので、よろしくお願いします。では、また。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を